ってみませんか。別れ話したのは去年のことでしたね。一つ大人になって忘れませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。昔から憧れだったんですよね、まあ、ずっとなんかね、あのゆうちゃんにしてもずっとね言ってたからね、よかった ね緊張してるね、なんか控室の時はもっとねいっぱい話してくれたからちょっと緊張してるかも。ありがとう。憧れの人だったんだね。はい、次は次はおなじみのゆいゆい。お願いします。